には何が入ってんの？いやこれ今日。わあ何これ？これあのキーマカレー作ろうと思って。出た。出たってなんなんだ。出たってなんなんだ。なんかね、ヤマト君さ、はい、おしゃれに憧れとるよね。おしゃれなのよじゃあ。No。いやあのアスア君とかはおしゃれをさらっとやるけども、なんか。いや違う。斉藤さんね、あの、うん、俺の貧乏な時代をね知ってるから、うん、ね、いやその顔貧乏な時代知ってるから、うん、なんかね変わってる感じをね言いたいだけなのよ。斉藤さんもダッサい男だったじゃないですか。ちょっと待てよおい。ちょっと待てよ、何の話だよ。だから俺は昔貧乏だったし金がなかったから買えなかっただけで、うん、買いたいものを買ってるだけでなんかおしゃれぶってる風なこと言ってるじゃないですか。なんか俺いやカレーだってさ、はい、カレーだってさ、はい、星の王子様とかさ、はい、ジャワカレーでいいわけじゃん。いや俺カレー好きなんですよ。いやカレーは好きかもしれない。ヤマト君は好きかもしれないけどカレーはヤマト君の そんな好きじゃないんだよ。いやいや俺好きですって。これなんだよこんな種みたいなの。これはクミンシードっていう、ね、最初の。あ、いやいやこれで食ったらうまいの。うまさを分かって意味も分かってやってるのにカッコつけてやってるっていういじりやめてくれるかな。マジで。いや勘弁してくださいよ。アスア君が持ってりゃ分かるけど。いやいやなんかアスア君がここにいたらさ、なんかアスア君の紐を手繰ってるみたいに見えるんだよ俺。違う。これキャンプやる前からやってたから。キャンプやる前から持ってるわけないやろこれの。いや知らないだけで、だからずっとなんか俺をその汚いものを見る目で見るじゃないですか。なんかあなたも汚かったんだこれ最初。なんかお金が先に入っただけで、僕だってねおしゃれなもの買いたい。おしゃれしたいのよ。それをなんかおしゃれぶりやがってとか出たとか言うやろ。出るよそれは。出るためにみんな仕事してるんでしょ。おしゃれな空間なんでおしゃれなもの買っちゃダメなの。いやいやいやマジでムカつくわ。いやおしゃれなものが欲しいんだよ。おしゃれなもの。全然おしゃれじゃねえじゃねえか。いや何がおしゃれなのよ。何がおしゃれだよお前。いやこれおしゃれじゃねえぞこんなの。おしゃれだよ。これのどこがおしゃれだってんだよこれ。あ、メガネ、メガネだってレンズ入ってねえだろこれ。これは借金できてシミができたから悩んでさ。あんたこれ偉くなりましたね。なんかあんたも偉くなりましたね。いやこれ偉くないのよ別に。これのおかげでこれを売ってこれがこれをこの粉を買ってるわけでしょ。これ買った後に作ったから。えもう前からやってた。これが先でしょうか。キャンプの前からこれやってたの俺。ちょっとお腹が痛いからやめて。はいもういや軽量化軽量化ってさ、はい、あのジャワカレーだったらさ 2,3 個これ持ってくればいいわけじゃん。固形のやつをなんか1個のなんか例えば僕俺 の、 あの、はい、ケースとかに入れてくるっていうのもあり。ああ全然あり。先に混ぜといて大丈夫です。ちょっとそれだったらやってみたいなと思ってね。調味料ケース。お焚き火会のメンバーはそれぞれ自分に合ったものを選んで使っている。ヤマトが使っているのは6種類の調味料が入るスパイスミサイルという商品だ。この6個のレギュラーを何にするかの話し合い西村とやるんですよ。まあ塩コショウはもう絶対の 1,2 番。もうここはで僕は今のところここにコンソメっていうのを入れることにしたんですよね。あとまあ一味も外さないで、チリペッパーとガラムマサラって僕カレーよく作るんでこの今6個が僕の今のレギュラーなんですけど日によってはもう和風だしが2個埋まる年もありますし、この調味料の争いが重要なんですよ。段階によってこの穴の種類が違うんですよ。これ粗いやつだから塩とか出しやすいやつ、これ出汁とか和風出汁とか入れてたら結構デカめでザラって入れていいやつだとこの一番デカいやつ。なるほど。まだ終わってないです。すみません。まだあるの？まだあるで。でこことかでまた変えたりできます。蓋を。さてはお金もらってる？いやもらってないやもらえないや全然。今回キャンプ女子スイーツのコーナーはお休みしてキャンプ女子の知恵袋をお届け。調味料をコンパクトに持ち運べるストローパッキングなるものをやってみるぜ。これもともとは旅行で化粧水やシャンプーがかさばらない裏技ということでおしゃれ女子の間で話題になったんだって。ストローはタピオカ用の大きめサイズが良さげ。まず端っこをペンチでつまんでライターで炙ります。閉じられたらオリーブオイルを入れて空いている部分を炙って密閉します。ちなみにおしゃれ女子たちはライターじゃなくてヘアアイロンを使うんだって。
塩や砂糖も同じ要領でいけたぞ。やってみた感想、荷物が減るのはいいんだけど、食品の近くでプラスチックを溶かすのはちょっと抵抗あるかもね。あとぶっちゃけめんどくさい。私はアスワちゃんが持ってるようなおしゃれな調味料ケースを探すわ。ヤマトのキーマカレーは味に厳しいバイキング西村も認めた一品。5種類のスパイスを駆使して作る本格的なカレーだ。一個一個ちゃんとこの粉の意味も説明できますから。あ、本当？はい、ちょっと一個一個聞こうか。はい、ターメリックが色付け、ターメリック、ウコン茶の粉ですね。まあ、いわゆるカレーの色を出すために。そうですね、黄色にするためとか。じゃあこれ入れなくても味は変わらないってことなんですか？まあ、黄色くした方が食欲が湧くのか。見た目のね。そうですね。あとまあ栄養もあります、ウコンだから。食欲が湧くのかって今ハテナです。いやいやあのじゃあ入れないくても。そんなウコンについてなかなか語れるほどは知らないです。いやいや、語るって言ったじゃないか今。いやいや、色付けです。ウコンは色付けです。色付け、はい、じゃあいなくても同じ味なんだね。ちょっと意地悪なとこはカットで、ウコンは色付け意地悪じゃなくて普通に分かんないから聞いてんだよ。で、これがカイエンペッパー、チリペッパーって言うんですけど。カイエン、カイエン、カイエンってどういう漢字を書くの？いや、カタカナです。いや、そんなもう博士じゃないんですよ聞けって言うから。いやいや、だから俺が言った情報以外は聞かないでください。じゃあどうどう俺が言った情報以外は聞くので、ヤマト君が一旦発信されたらもう理解できるから聞かないよ、ね、いやだからもう辛くするやつって覚えればいいんですよ。十分でしょ。カイエン、カイエンで、コリアンダー、スパイスのつなぎ役っていうか。顔顔顔がいじってるやん、もう顔がいじってんだよな。あ、スパイス詳しくないですはい、白旗はい。いや、カイエンは漢字ですかとか何なんですか。カイエンって分かる。いや、そこ知りたいじゃん。だって英語なのか何なの。知らないです。知らないです。詳しくなかったです。カイエン隊は好き？聞かれてるよ。答えてあげて。どっちでもいいですね、本当。今夜はここまで。